ルーダスチャンネル。どうも、ルーダスです。今回は、ディシディオファイナルファンタジーオペロメニアの今後の実況方針についてお話ししたいと思います。まず、結論から言いますと、ストーリー実況の方は一時中断にして、今後はガチャ動画、イベント動画のみに集中してプレイしていきたいと考えています。なぜこのような方針に変更しようと思ったのかと言いますと、大きく分けて2つ理由があります。まず1つは、たびたび言ってることなんだけど、現在自分は仕事と動画投稿を両立しておりまして、仕事の方が忙しく、なかなか動画編集ができない状況なんですよね。自分のオペロメニア実況では、ため撮りした動画を編集して投稿するシステムを取っているのですが、編集する時間がなかなか取れないので、ため撮りする動画ばかりが一方的に溜まっていって、ストーリーが全然進まないんですよね。ストーリー実況なのに、ストーリーが更新されないっていうのはおかしいし、ストーリー実況を名乗る意味がなくなるんですよね。こういう状態になってる自分がこういうこと言うのはあれなんだけど、ストーリー実況を中断する理由はもう一つありまして、アナリティクスっていう自分の YouTube チャンネルの状態を確認する機能っていうのがあるんだけど、オペロメニアで検索してアナリティクスを見てみると、再生されているオペロメニアの動画は、ストーリー実況ではなく、ガチャとかそういう系の動画がね、多く再生されている傾向にあるんですよね。どのゲームでもガチャ動画は再生されやすい傾向にありますし、実を言うと、ストーリー実況って、最初の方は再生されるんだけど、動画がね、増えていくにつれて、徐々に再生回数が落ちていく傾向にあるんですよ。某有名ゲーム実況者の、あるストーリー動画を見てみると、1話目こそ、やっぱり再生回数が、100万とか、80万とかそういう系になってるんだけど、ストーリーが進むにつれて、50万とか30万とか、2万とか、そういう風にどんどん下がっていく傾向にあるんですよ。登録者とか、再生回数とか、YouTube を長くやってる時期とか、自分よりもはるか上の実況者でだよ。その実況者ですら、こういうストーリー実況では再生回数が下降気味になっちゃうのに、自分がやったところで、もう結果は見えちゃってるんだよね。なので、ストーリー実況は一時中断します。ある程度視聴者が増えたり、安定した再生回数を維持できるようになったら、またストーリーの方は再開していきたいなって思っています。その状態になるまでの間、つまり今現在、当分の間は最新のガチャ、イベントとかそういうのを重点的に攻略していきたいと思います。更新頻度についてなんですけど、レコードキーパーと同様、不定期枠とさせていただきます。というわけで、今回の動画は、オペロメニアの今後の実況方針について説明いたしました。今流行りのイベントやガチャの動画を重点的に上げて、視聴者及び再生回数を増やしていけるよう頑張っていきますので、皆様これからもルーダス応援よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。せーの、バーイ。